つけ麺つけ麺とは、麺をつゆにつけて食べるスタイルの麺類で、今日においては、主にラーメンの一種を指す日本の麺料理である。店によっては、盛りそば、つけそば、ざるとメニューに記される。茹で上げた麺のぬめりを冷水で取り、締めてから皿やざるに盛り、別の器に継いだ熱いスープに一区分ずつつつけながら、ざるそばのように食べるのが一般的。 一旦締めた麺を温めた状態で提供することを厚盛りという。スープは通常のラーメンのものよりも濃く調整されることが多い。酸味を効かせたもの、甘みを効かせたもの、魚粉を効かせたものなど足したようである。スープに重きを置くことの多いラーメンとは対照的に締めることで麺に重きを置くことが多いため、麺の量は普通盛りで通常のラーメンに対して、 つけ麺は2倍程度多く提供する傾向がある。麺を食べた後に、ラーメン用の豚骨や、鶏ガラ風味のスープをさらに足し、つけだれを、スープで割って味わう、よう、スープ割を提供する店がある。店員に注文すると提供される店が大半であり、逆に注文しなければ提供されないことが多い。具は店によって、様々なスタイルであり、スープの器か麺の器、 あるいは双方の器に乗せられる。具の内容は、基本的に、ラーメンと変わらず、麺の上に、海苔、チャーシュー、メンマ、ゆで卵などがトッピングされることもあり、薬味として、わさびやゆずなどがつけられることもある。講義では冷やし中華や冷麺に近いものや、食べ方は同じであるが、スープが冷たいものもある。それらは、古くから北海道では、ザルラーメン、東北地方では、ザル、 中華等と呼ばれており、いわゆる、つけ麺とは別のルーツを持つ。これらは、ざるそばを食べる際に使用されるようなせいで提供されたり、スープがごまだれや麺つゆで提供されている。トマトエビつけ麺日本のつけ麺の発祥には、諸説存在するが、1955年に東京都の大正圏にて、山岸和夫が開発、商品化したという説が、定説になっている。 山岸が17歳の時に勤めた修行店で残ってしまった麺をスープと醤油を湯飲み茶碗に入れ浸して食していたまかない食がベースである。この頃山岸は親のいとこであり兄貴と仕立っていた坂口誠康と一緒に修行していた。一年後坂口が独立し大将権を立ち上げた際山岸は行動を共にした。後に 坂口が別の場所に本店を構えたことにより、山岸が中野店の店長として任され活動していた頃、引き続きこのまかない食を食していた。それを見ていた客の関心を引きつけ、試食してもらうと高評価を得たことから、これをメニューにしたら売れるかもしれないと感じ、様々な試行錯誤の後、冷やし、中華の甘酸っぱさを参考にすと砂糖で調味し、麺の量は、 見栄え良くするためラーメンの三割増しにしてメニューの一品、森そばとして完成させた。1955年、特製森そばとして供されたのが商品化された最初のつけ麺とされる。また、その3年後に坂口の本店からも、つけ麺と同様のつけそばが独自研究開発されて商品化となった。1961年山岸が、 東京都豊島区東池袋に大証店として独立創業した際も森そばの味を受け継いでおり甘酸っぱい漬けだれと弾力ある麺の食感とボリュームで人気を博した漬け麺の名称が最初に使用されたのは1973年頃元祖漬け麺大王によるものとされる1970年代後半には漬け麺ブームが発生しており 胡椒として、つけ麺、りそば、つけそばの他に、中華りなどの別胡椒も存在した。1970年代から1980年代初頭にかけて、ハウス食品より、つけ麺が発売されていた。これは冷たい、タレにつけて食べるタイプ。平成に入り山岸が方針転換したことにより弟子を取るようになり、1990年代、 終盤頃から同店で修行後に、のれんわけで独立したラーメン店主が類似のつけ麺を供したことが影響して2000年頃から関東圏、特に東京都内にはつけ麺を提供する店が増えていった。同時期頃に埼玉県川越市の岩車にて、具材に自家製、極太麺、魚粉、濃厚つけダレを使用した個性的なつけ麺が登場。これが、 火付け役となり2000年代中盤頃から、つけ麺ブームが始まり、自家製、極太麺、魚粉、濃厚漬けだれを使用したつけ麺は、濃厚魚介豚骨系、魚介豚骨系、豚骨魚介系や、極太つけ麺と呼称され、インパクトの強さや極太麺の食感を楽しむ部分が受けたことや、太い麺は、細麺に比べて、つけ麺のスープに絡みやすいこともあって、 農耕魚介豚骨系の店舗は増加して、東京近郊では3年以上の長期トレンド化しており、それが九州や北海道などの地方にも広がったり、多数の個人店が目まぐるしく入れ替わる競争状態のため、人気店の味を模倣した店が多くなる傾向にあった。2000年代後期から定番化した従来の対象県警や農耕魚介豚骨系以外にも、 店主の創育風により他の料理に使う食材を取り入れて新たな味を模索する動きがあり、エスニック風のカレー風味やトマトや乳製品を使ったイタリアン風などのメニューが生み出され、味の多様化が進んでいる。2009年10月11月、つけ麺限定の大規模イベントとして、日本初のつけ麺博覧会、大つけ麺博が東京、日比谷パティオで開催され、 以降も2010年4月に六本木ヒルズアリーナ、同年6月に北海道、札幌、同年9月から10月に東京、港区と複数回開催。2010年5月、新横浜ラーメン博物館はつけ麺に関して取材、調査、データ分析を行った結果から、つけ麺はラーメンというジャンルとして確立したものと結論付け、単なるブームではなく、 食文化として定着した、との見解を示した。ありがとうございます。